谷組口駅バス停に停車する伊比川町コミュニティバス、伊比川町ふれあいバス、伊比川町コミュニティバスとは、かつて岐阜県伊比郡伊比川町が運行していたコミュニティバス。元は名阪近鉄バスの一般路線であったが、2006年に名阪近鉄バスが伊比川町内の路線を伊比川町に譲渡し、伊比川町が伊比川町コミュニティバスとして、 名阪近鉄バス伊ビ営業所に委託して運行開始した。2019年9月30日をもって名阪近鉄バスへの運行委託を解除し、伊ビガワ町コミュニティバスは廃止された。同年10月1日より委託運行先を伊ビタクシーに変更し、伊ビガワ町ふれあいバスと伊ビカワ町花ももバスに再編された。現在の伊ビガワ町にあたる地域のバスは、 戦前の関西急行鉄道バス事業部、イビガワ自動車、市場自動車があった。2019年10月1日運行開始。イビタクシーが運行受託。朝、夕の通学、通勤時間帯のみ運行。運賃は300円均一。2019年10月1日運行開始。イビタクシーが運行受託するデマンドバス。運賃は町内一律300円。 本指バス停の時刻表2019年9月30日まで運行、名阪近鉄バスイビ営業所が受託していた。車両は名阪近鉄バスの車両とバス停標識をそのまま使用。方向幕に行き先とコミュニティバスの表示が併記され、バス停は時刻表のみ、イビ川町コミュニティバス表記となっていた。2019年9月30日までは、 ゾーン制運賃を採用していた。ABCDEB 川町コミュニティバスの廃止について、名阪近鉄バスをお知らせ、2019年9月30日。ありがとうございます。